広島県第1区は、かつて存在した、衆議院の選挙区。1947年の第23回衆議院議員、総選挙から設置され、1993年の第40回衆議院議員総選挙まで施行された。定数は3、1993年のみ4。現在は、広島県第1区、広島県第2区。 広島県第3区に分かれている。県庁所在地、政令指定都市である広島市の大部分を選挙区域としていたが、定数が長年3だったのは、原爆被害が多大な広島市で戦後直後に行われた人口調査をもとに定数を定めたからと言われていた。1993年の中選挙区での最後の総選挙では、定数が1増えて4になった。 自治体の名称は、第40回衆議院議員総選挙時点のものである。1950年公職選挙法施行当時の区域は以下のようである。新憲法制定後の中選挙区制度下においては、定数3人の選挙区で、基本的に自民党2人、社会党1人で議席を分け合うという傾向であった。 第40回衆議院議員総選挙7月18日執行、当日有権者数93万9228人、投票率65.37%第39回衆議院議員総選挙2月18日執行、当日有権者数88万8639人、投票率69.54%第十八回衆議院議員、 総選挙7月6日、執行当日有権者数、84万1491人、投票率 68.、68.09%第37回衆議院議員。総選挙12月18日執行当日、有権者数、81万5554人、投票率 63.、63.56%第36回衆議院議員。 総選挙6月22日執行当日有権者数、77万3770人、投票率 68.、68.96%。第35回衆議院議員総選挙10月7日、執行当日有権者数、74万5600人、投票率 52.、52.83%第34回衆議院議員、総選挙12月5日、 執行当日有権者数、72万5535人、投票率 62.、62.65%第33回衆議院議員。総選挙12月10日執行当日有権者数、68万737人、投票率 58.、58.46%第32回衆議院議員。 総選挙12月27日執行当日、有権者数、63万5752人、投票率 52.、52.94%第31回衆議院議員、総選挙1月29日執行当日有権者数58、587。903人投票率 62.、62.87%。 第30回衆議院議員総選挙11月21日執行、当日有権者数50万1378人、投票率69.40%第29回衆議院議員、総選挙11月20日執行当日有権者数45万4105人、投票率74.43%第28回衆議院議員、 総選挙5月22日執行当日有権者数42万3701人投票率78.34%第27回衆議院議員総選挙2月27日執行当日有権者数39万8597人投票率74.222%第26回衆議院議員総選挙4月19日執行 当日有権者数、387,140人。投票率 71.、71.74%第25回衆議院議員。総選挙10月1日執行当日有権者数、392,258人。投票率 76.、76.54%第24回衆議院議員。総選挙1月23日執行当日。有権者数。 33万534人、投票率75.03%第23回衆議院議員総選挙4月25日執行、当日有権者数31万4262人、投票率69.91%。ありがとうございます。